まずは長いゲームになりましたが、先発の姿から見ていきましょう。松本航、ルーキーが初めてホークス戦に先発という中でランナー置いた状況でデスマイネ、ボールも橋本さん甘かったでしょうかね。甘かったですね。パワーを改めて感じたシーンだったかもしれません。一方の大竹、引きずられるような感じがあったかもしれませんが、2回です。佐藤龍生、今日スタメン起用に応える、まずはベストライフローブ初ヒットが自身初めての打点となるタイムリーヒット。これで3回となります。ただもうこれが本当に序盤ということで、取って取られてという展開です。3回です。ノーアウトランナーが3塁1塁、今宮がセンターに持っていきます。これでホークスすぐさま3対3の同点。さらにワンアウト2塁3塁からデスパイネ三遊間を破ります。これでホークスが逆転に成功。さらにこの1本です。ドアウトランナー3塁1塁から上林ヒットが誕生、タイムリットで5対3と変わります。さらに7番の回にここフォアボールを与えたところで、橋本さんすぐにもう時間とかれて交代つきましたね。今日はこう今ここが限界だという判断だと思いますからね、結局松本2回と3分の2自プロ入り最短のノックアウトになりました。5時点で降板しています。ただその後ですね、ホークスのピッチャー2人目チームが3回上がって、ワンアウト3塁1塁から森センターへのタイムリーヒット2点差で、その後同点となって3人目の梶谷が上がります。ツーアウト満塁というチャンスで佐藤龍生、今宮よく抑えました。記録がタイムリー内野安打、さらに送球がそれる間に今宮のエラーつきました。ランナー生還、これで7対5と変わります。さらにその流れで4回です。ワンアウトランナーが2塁1塁、メヒア左中間を破ります。これで9点目、橋本さん取って取られて9対5、4点差である程度落ち着くんじゃないかなと思ってしまいましたが、ね、やはり分かんないもんですよね、そして5回に入ってライオンズは2人目、松本の後は小石だったんですが、このホームランですね。このスリーランは大きかったですからね、上林24歳のバースデースリーランホームランで9対8、1点差。そして3人目、ライオンズはルーキーの森脇だったんですが、この1球だったですね。2アウトからね、3球の中で、フォアボールでもよしというところで、ストライクを取ったところを打たれましたからね。デスパイネット2本目、25号は9対9、同点のソロホームラン。7回、4人目、ヒース。2アウトランナー3分1塁となったんです。そしてこの打球です、秋山の前でした。この間に2者生還、11対9、2アウトからですからね。そうでしたね、2アウトから足が速いとアウトを出してからですからね、そして7回の裏、5人目高橋純平からノーアウト1塁、佐藤龍生、この打球がフェンス、ダイレクト、あともう少しでホームランという一打でしたが、タイムリーツーベースになって初めての猛打賞、今日は4打点の活躍でした。そして1点差で9回、ピッチャーは7人目になりましたが、森、最後は佐藤龍生、三振でスリーアウト、試合終了、点の取り合いになりましたが、11対10でホークスがライオンズを破って連敗を止めました。